グダグダ料理教室の第57弾、キムチご飯ということで、パート2を今から始めていきたいと思います。パート2では、米を、仕込みをして炊いていくという工程をしたいと思います。それでは早速していくんですけれども、お米と具材を3層に重ねてね、炊いていくんですけれどもね、わかりやすく言ったらあれかな、ミルフィーユ状にここに入れていくっていうのがポイントです。それでは早速やっていきましょうかね。ほんなら、今日はまずね、この作業をね、今からする作業を3回繰り返す感じですのでね。では、まずお米を3分の1ぐらい、こんぐらいかな。ぐらいかな、こっちかな、こんぐらいかな。じゃあちょっと入れてもらいましょう。それから、キムチだっけ、ちょっと入れてもらいましょう。キムチを入れていただきましょうか。ほんなら、キムチ肉ですね。米、キムチ、豚肉の順に入れていきます。2巡目ですね、これが。2巡目。で、ちょっとね、米がふんわりになっていたら、大量にならしてください。キムチ。豚バラ肉ですね。3回目ですね。キムチのつゆも全部もう一緒に入れてしまって結構ですので、ちなみに今日のキムチはこれ 330g ありましたので、キムチはちょっと多くてもいいかもしれません。お好みで量は調節していただいたらいいと思います。これで最後に銀杏を上からパラパラーっと散らして、ここで米の3合分の水を加えます。で、これで、蓋をして、今日は、土鍋で炊きますね。また炊いていくという感じになります。平らにした方がいいかな。で、これでじゃあ今から炊いていきます。蓋をして、で、今日は土鍋で炊きますので、
中火でだいたい10分ぐらいかな。10分ぐらいで蒸気が上がってきたら弱火にしてだいたい15から17分ほど加熱します。で時間が来たら火を止めて、そこから約10分程度蒸らしということになります。でこれ実はジャーで炊いてもいいんですね。でジャーで炊く場合には、今のこの3層に並べる工程をこのジャーの釜でやっていただいて、普通に3合分の水加減にして普通に炊飯ジャーで炊いていただければ大丈夫です。ということで、パート2仕込みということで一旦終わりにして、また、パート3で仕上がりの状態を撮影していきたいと思います。それでは一旦終わります。